シボレー・ベルエアーは GM グループのシボレー部門で1953年から1975年まで生産され、カナダに生産拠点を移して1981年まで生産が続けられた。1950年から1952年にベルエアーの名を冠してシボレーの上質で高級なモデルとしてデザインされたが生産には至らなかった。 1> 第1世代1953年、ベルエアーが上級シリーズとしてデビューし、2つの下級シリーズ150と210が登場した。1955年、シボレーは V8 エンジンをオプションに組み入れた。1955年、シボレーのフルサイズモデルがモデルチェンジを受け、エンスージアストからホットワンと呼ばれるようになった。フォードやプリムスとは異なり、 シボレーのデザインは洗練されていると捉えられた。ベルエアは、インテリアカーペット、ハードトップのクロームのヘッドライナーバンド、フロントフェンダーの突き出し、クロームの窓枠、フルカバーのホイールが特徴となっていた。1955年、1956年、特に1957年のベルエアはいつの時代を通じても、最もアメリカ社らしい一台であり、継続して、 エンスージアスとの間で人気が高い。十分な空間、高燃費など、この後の20年間、デトロイトで製造された、オーバーサイズで、オーバーに飾り付けられた、フルサイズモデルよりも上質であると、多くの人々に受け止められた。1955年から1957年、にドアの窓ステーションワゴンが、ベルエアシリーズに加わった。 第2世代1958年、シボレーの各モデルは、それまでの古いモデルよりも幅が広く、全長が長く、より重くなった。インパラがシボレーの最上級モデルとなり、ついで中型車のベルエアーが位置づけられた。車の供給としては、ビスケーンとデルレーがこの年のモデルシリーズを保管する形となった。ベルエアーも1958年には、 ショールームに客を呼ぶためのモデルが加わった。不景気にもかかわらず、シボレーはナンバー1自動車メーカーとなり、ベルエアーはその評判の中核を担っていた。第三世代1959年、シボレーはインパラを最上級ベルエアーを中間モデルと位置づけた。デルレーの製造が中止されたが、ビスケインは最安価なフルサイズモデルとして製造が継続された。また、 多くのオプションとアクセサリーがインパラとベルエアーの間で共用できた。第4世代1960年代後半、ベルエアーとビスケインは概ね多くの車を所有する会社などに販売された。しかし、ベルエアーは格下のビスケインよりも基本に忠実で無駄な飾りがないフルサイズの車を欲する個人のユーザーにも販売されていた。6気筒エンジンと3足。 マニュアルミッションがスタンダードであったが、1973年にはオートマチックトランスミッションが1971年から製造されていた V8 のベルエアーに限り選択可能となった。1973年は I6 エンジンで1400台が生産され、エンジンとトランスミッションがこの年の終わりまで製造された。1974年と1975年に、 製造されたベルエアはすべて V8 エンジンとターボハイドロマチックトランスミッションを標準として製造された。ビスケインの製造が1972年に終了した時ベルエアはサイレンカモデルへと格下げされた。最後のベルエアが製造されたのは1975年である。また、シボレーのカナダ支部はフルサイズのサイレンカモデルとして ベルエアーの製造を1981年まで継続した。ありがとうございます。